大東亜戦争当時、4000名余りの若き青年が学んだ戦車兵学校が富士山の裾の白糸の滝のほど近くにありました。昭和17年に開校され、終戦によって解散されましたが、戦後有志によって守り続けられ、昭和40年には同窓生たちによって慰霊憲章に若獅子の塔が建立されました。また、昭和50年には戦後30年もの間、激戦地サイパンに眠っていた戦車の帰還を行うなど、優先奮闘した若獅子たちの悠久の大義を準じてた供養が続けられております。若獅子神社は英霊の包囲奉賛に努めるべく、昭和59年、法華顕彰会会員729名の奉賛によって創建され、毎年慰霊祭を執り行っております。